あそこにいるのはディソルバートにリネルとフィゼルだ。まったくお前たちは一体何を考えているのだ。だから謝ったじゃない。もう行っていいですかね。まだ話は終わっていない。そもそもお前たちは騎士見習いの身分、果ての山脈への遠征は認められていない。そうですね。そして果ての山脈への移動手段である飛竜は聖騎士に与えられるものだ。人の飛竜で勝手に山脈へ向かおうとするなど許されるはずがない。いや、飛竜を盗んだわけでもないし、ちょっと借りただけじゃない。そんな問題ではない。法に背いていないからとはいえ、そのような意識で聖騎士になれると思うのか。聖号騎士の義務は人界の守護です。魔獣が人界にあふれる今、鍛錬し戦力として成長することが必要なのでは。そうそう、確かにちょっとだけやりすぎちゃったかもしれないけどさ、強くなることが必要な状況でそういうこと言うのって矛盾してない？デュソルバート様。まあどうせ聖騎士様には見習いの気持ちなんてわからないのかもしれないけどさ。我はここにいたって仕方がありません。近くの森で剣の修練に行ってきます。そうだよね、行こう。まったく気まずい場面に出くわしちゃったな。でも本人たちの問題だからどうしようもないとも言えるか。あれ、デュソルバート手に何か持っている。あれは三本の勃剣。なんだ。ああごめん、立ち聞きする気はなかったんだけど、たまたま通りかかってさ。その勃剣もしかして二人に稽古をつけようと思ってたのか。ああ、二人の行動が修練を行いたいがゆえのものであるならば、我が相手になろうと考えていた。それで言いそびれた。引き止めたところで言うことを聞かないのでな。でもお説教をもう少し早く切り上げて話せば分かってくれたかもしれないぞ。そうとは思えん。まあ確かに勝手に果ての山脈へ向かうのは悪いことだけど、未遂で済んだわけだし、そんな怒らなくても。未遂であったかどうかは関係がない。竜を持ち出したことも咎めるべき行為ではあるが、叱ったのはそのためではない。え、それじゃあなんで。あの二人はまだ見習い、実力はあるとはいえ人気も与えられていない。そんな子供が果ての山脈に向かえばゴブリンや暗黒騎士に殺されるがオチだ。なるほど、単に心配だったってわけか。どうしてそれを言わないんだ。言ったところで納得するとは思えん。それに騎士たる者、余計なことは口にすべきではないであろう。確かにデュソルバートは余計なことを、というか物事の詳しい理由を話さないような気がする。例えばあの時も。これで会議終了ね。リズさん、途中うとうとしてませんでした？うとうとなんてしてないわよ。するわけないじゃない。シリカこそ途中でお腹鳴らしてたくせに。え、あれ私じゃないです。でも確かにお腹空いたよね。リーワちゃんまで違うってば。ああ、鳴らしたの多分俺だ。キリトさん、私のことかばってくださったんですか。いやいや、本当に俺だから腹減っちゃってさ。リーフォンも隣だから聞こえただろ。え、あ、うん。お兄ちゃんごめん。あ、リーフォン何か言った。いや、本当に腹減ったよな。そうだ、みんなでお茶にする。作ってきたお菓子があるの。賛成、さすがはアシナね。
今はその時ではない。はい、ごめんなさい。さすがに会議の後なのにふざけすぎちゃいました。私のせいだ。真剣な会議の場なのに。いえ、悪いのは私です。お茶しようなんて言ったから。ん、いや違うわよ。この後に食事の用意があるの。時間もちょうどいい頃合いだしね。あの時ファナティオの言葉があったから、どうして今はその時でないと言ったのか分かった。でもそれがなければ食事の用意についてじゃなくて、会議の場を汚すなって意味にとったよな。毎回じゃないけど、たまには理由を言うことも必要なんじゃないか。しかしあの二人が理由を聞き入れるだろうか。聞き入れるかは分からないけど、本当の思いが伝わっているかいないかは大きいぞ。デュソルバート様。なんだ。申し上げます。先ほど魔獣の出没情報がありました。対策本部より数キロル先にある森です。それってもしかして二人が行った森か。承知した。それでは討伐に行ってくる。俺も行くよ。なぜだ。人探しは人が多い方がはかどるんだぜ、デュソルバート。恩に切る。とは言ってもなかなか見つからないな。ああ大丈夫だって。二人は強いし、そう簡単にはやられないさ。分かってはいるが。はっ、いや、あの声、リネルド・フィゼルか。あ、待ってくれ、デュソルバート。え、デュソルバート様。キリトも一緒です。両側から囲まれている。俺はリネルと一緒にこちら側の魔獣を倒す。そっちはデュソルバートとフィゼルで頼む。承知した。はい。これで終わりか。そのようだな。どうやら助けに来てくれたみたいだね。お二人ともありがとうございます。私たち二人でも勝てましたけどね。そうそう、あれぐらい平気だったよ。我はそのようには感じなかった。実際我らの到着時、お前たちの天命は3分の2ほど減少していた。え、ステーシアの窓覗いたの？ひどい。そうですね。ゼルの場合、ゼルより私の方が神聖術公私権限が高いって知られたくないですもんね。ちょっとネイル、なんで言っちゃうのよ。それに少しの差じゃない。いや、デュソルバートはお前たちが心配で見ただけだよな。ああ、他意はない。天命の残数を確認し、必要であらば即座に治癒を施さねばならなかったためだ。あのまま我らの加勢なしに戦ったとすれば、
実際にお前たちは危機に陥っていたことだろう。お前たちは所詮見習いの身分、あの強さの魔獣からは一旦撤退し、我ら聖騎士の助けを呼ぶべきだ。ちょっと見習い見習いって言うけどさ、あのまま戦ったとしても私たち普通に勝てたよ。そうです、テルが弱れば回復は私がしましたし。権限って強い敵を倒せば上がっていくんでしょ。だったら私たちもそうして聖騎士になるよ。私たちが権限を上げて戦力になれば、聖騎士として認めてお説教をやめてくれますよね。早く見習いなんてやめたいもん。そのためにはこうやって戦うしかないの。二人とも落ち着けよ。気持ちはわからないでもないけどさ。我はお前たちの見習い騎士の領分から逸脱した行為自体を咎めているのではない。え？じゃあなんで怒ってるの？余計に意味がわかりません。確かに平行線だよな。二人は聖騎士になるために強くなりたいし、デュソルバートは無茶をしてほしくないし、デュソルバートも本心を言わないから余計に伝わらないしな。我が心配で気が気でないのだ。頼む、無茶なことはやめてくれ。え、はあ。お、ようやく素直に言った。なんだ、そういうことだったの。デュソルバート様素直じゃないからわからなかった。お説教が毎回長すぎるので嫌われてるんだと思っていました。嫌うことはありえない。お前たちは大切な騎士仲間だ。そう思ってもらえてるなら光栄かな、ネル。はい、ほっとしました。でもさ、もう少し私たちのこと信頼してほしいよ。そうです、人気は持っていないとはいえ、私たちの実力ならご存知ですよね。信頼はしている。だが信頼と心配する感情とは別なのだ。はーい、それじゃあ心配させないようにしますよ。できる限り努力します。頼むぞ。よし、じゃあまず飛竜が手っ取り早くもらえる方法を教えて。待て、なぜそうなる。あと人気が早くもらえる方法もです。なぜだ。だって心配させないようにするってことは強くなるってことでしょ。私たちが強くなることでディソルバート様の心配は消えます。どちらも手っ取り早い方法はない。だが少し聖騎士になるのを早めることはできるかもしれん。そのために我がお前たちに稽古をつけよう。それならばどうだ。手っ取り早い方法がないのは残念だな。でも分かった、デュソルバート師匠に弟子入りだね。よろしくです、師匠。できる限り早く聖騎士になれるような指導をお願いいたします。何やらところどころ引っかかる言い方だが、うん、承知した。いろいろと前途多難かもしれないけど、ひとまずは二人にディソルバートの気持ちが伝わってよかったのかな。